今日はツーリングっていうほどのもんじゃないんで、まあツーリングじゃないんだけど、点検です。僕のバイク、納車されたのが4月の12日ぐらいかな。3ヶ月または1000キロで、一度点検、都合のいい日に予約してくださいねって言われて、7月、8月、バイクに乗る気などせず、9月上旬の、まあ、真夏でしたね。そして今、9月の終わり、2回、今と日程、それぞれ、走行距離がね、400キロぐらい、400キロ、800キロ、その前に370キロとか、そんぐらいは走ってたと思うから、もうね、1200キロ、1300キロぐらいになるんですけど、まあ、それで、時間も取れそうだったし、ここらで点検タイミングだなと思って、参考の方に連絡したら、6ヶ月点検ですねっていう感じ。当然金額も変わってくるわけですよ。だからね、最初の点検はサービス価格みたいなね、あれは絶対やった方がいい。確か最初の点検はオイル交換だけで1万5000円とかそのぐらいだと思いますって言われてたのかな。6ヶ月点検で、トライアンフのサイトで予約するときに、作業内容とか選択できるようになってて、それで、点検っていうか、もう僕の車両登録をされてる、まあ、自分でしたんだけど、されてるから、まあ、購入日と、現在の日付で、6ヶ月点検って自動的に選ばれたと思うんだけど、失敗しました。まあでも、点検はいいことだから、乗りっぱなしで点検受けなかったわけじゃなくて、乗ってなくて点検受けてないだけだから、僕は全然ありだと思ってます。ありっていうか、もうしょうがない。いけないもんはしょうがない。命がけでね、点検を受けたらしょうがないからね。っていうわけで今日は、点検の予約の時間が、入庫の約束の時間が13時なんだけど、今10時です。なので、ちょっとね、この間の、日光行くときに、間違えて、外観の入り口がもうそもそも違うんですよね。常磐道方面、首都高方面と外観に乗る。っていう入り口がで、その常磐道方面の入り口に乗っちゃって、もうその時点でもう首都高に逃げるしかないから常磐道行かないんだよ。だから圏央道を走ったわけなんですけど、圏央道を走ってる時にいくつも川を渡って、で大きくない川もたくさんあってっていうのを見かけたんで、ちょっと小さい川っていうかね、水路なのかわかんないけど、それを見に行こうかなっていう。まあ、バイクの動画しか見てない人は何言ってんだと思うかもしれないけど、僕は釣りをするんで、特に気軽にできる釣りとしては、まあ、ブラックバス。まあ、どこにいても不思議はない。ブラックバスとかナマズとかライギョとかね。あの辺はどこにいても不思議はない魚種なんで、まあ、釣りができそうなら、やったらいいじゃないっていうのが、僕のフリースタイルなんで、できそうかどうかを見に行こうっていう、そういう、企画ってほどのもんじゃないけどね。釣りをしたら、釣りの部分は別の動画にしますので、どうなるか、めぼしいところを一応当たりをつけてきたんで、行ってみましょう。さ、柏インター降りるなんて久々だな。ここ結構ね、ぐるぐるしますよ。コーナリング好きの人は、ぜひ。いい道だね。信号がなくて。程よいアップダウンもあって。やっぱね、ちょっと東京から離れれば、こういう道はあるんだよ。今日ちょっと風が強いけどね、ボーボー言ってたらすいません。あ、川がありそう。ちょっと次の自販機で一旦止まろうか。現在地を確認したい。おもろい。こっちに川がありそうな雰囲気を感じて、まあこんなもんですよ、僕のドライブなんていうのは。最終的にね、ディーラーの点検が受けられれば。いやー、いいなー、信号がなくて信号がなくて、交通量がなくて、もうちょっと近場で走りたいと思ったら、こういうとこ来ればいいんだ。お、なんか川に出たぞ。ここは一時停止じゃないのか。サイクルロード。運河。水門がある。水門があるってことは利根川が近いのかな。ちょっと来すぎだな。もうちょっと左手の方に行きたい。U ターン。この道でいいのかな。この道をぎゅーっと向こうまで行ってみようか。向こうまでどこまでだかわかんないけど。この先になんかあるみたい。行き止まりだ。また U ターン。この先、行き止まり。2速で U ターン。はい。こういうね、他の交通がないところで練習した方がいいですよ。はい。標識には意味があるからね。ここ止めていいのかな。うわ、なんだこれ。赤いぞ、水面が。結局、ボスの自販機はどこ行った。砂利道。こういうとこも構わず行くから、スクランブラーなんですよ。何の不安もない。あ、キャメラマンたちがいる。コウノトリいるのかな。自販機はあらず。ちょっと川すごいことになってて、しかも浅いんですよ、ここ。30センチ、50センチぐらいしかなくて、双眼鏡を持った人がいたから、今なんかの、時期なんですかって言ったら、コウノトリはいないんだけど、コウノトリは施設の中にいるんだけど、今、鷹が、この向こうの空に飛んでいくのを、小高い丘の上から狙ってるみたいです。僕も一応ね、鳥取勢の端くれとしてね、取りに来てもいいですよね。ああいう感じで、いらっしゃいます。釣り的にはどうだろうな。どうしようかな。ここが第一候補だったんだけど、この流れね。こんな浅いと思わなかったから、さっきの水門のところがいいのかな。ちょっとナビセットして、さっきの水門のところまで戻ってみようか。実はここでは釣りはできなそうなんで、できなそうって禁止とかじゃなくてね、あの方にさっきねお話を伺ったんです。まあでもバードウォッチングか、いいよな、のんびりしてて、ひたすら待つ遊びだけどね。なんかここ急に浸水公園みたいになるじゃん。浅いけどね、20センチぐらい。ああ、急に避暑地、涼しい、空気が冷たい。右は人んち？これ大丈夫？確かに大型通り抜け不可とは書いてあったけど、こんな道普通の乗用車だったら、まあ、僕の場合セレナですけど嫌だなってなるけど、バイクだとね最悪押していけますからね、その場で方向転換もできるし。一回セレナでね恵比寿行く時にやっちゃいましたからね、農作業の軽トラがくぐるためのトンネルみたいなとこね。ルートイン絶対こっちじゃないよ、川ないよこんな方に。野田の町の方に来ちゃってない？これ筑波行く時に道じゃん、もしかしたら。後ろ側ね、筑波サーキットということでね。逆に僕は皆さんの釣りが見たいですよ。動画上げましょう皆さん。渋滞すごい。ここは混む場所なんだけど、この下り切らないで止まってんのはあんまりないぐらい。今日はひどい。まあここは渋滞すればね坂道発進になるよそりゃ。うわあ、雨降ってきた。渋滞で雨で坂道発進どう？いやーもう疲れたから休みたいな。ほんとバイクに乗ってるとね、バイクから降りないと休憩ができないから、これ何言ってんだってなるかもしれないけど、車ってずっと休憩なんですよ。なんていうの？気をつけるっていうことは、バイクも車も一緒だから。でも車は座ってそれをやってる。バイクはまたがってそれをやってる。全然違う。自分はいいんだけど、カバンがな、レインカバーかかってないから、これやだないや、ひどくない？なんでこんな渋滞してんの？次コンビニあったら絶対入りたい。コンビニじゃなくてもいいよ。自販機があればいいよ。あそこに自販機がある。いや、さすがに。危な。事故か故障か。警察がいるってことは事故？片側交互通行か。3時半とは思えない暗さ。うわー、雨降ってきた。大粒やめてね。ちょっと適当に脇入って止まろうかな。ちょっととりあえず緊急なんで。屋根の下入りてえな。いやー参ったね。こう丸ごと屋根に入れるところがあるなら入りたいけど、こっち見たよね、見た上で出ようとしてたよね今。レッグポーチの中身は大丈夫だろうか。まあダメなもん入ってないもんな。ポケットティッシュぐらいか。ニュートラ入るんだよ、これ。これほんとやめてほしい。ちなみに、ヘルメットのシールドには、レインブレーカーを塗ってあります。何今のブレーキ。曲がるわけでもなく。いや、濡れてズボンが滑らないから、座りづらい。なんでバスはバスレーン走んないの？意味わかんなくない？時間帯とかあんのか？ほら、雨雲接近。15時54分発表。今じゃん。